はい、どうも皆さん、タイガくんと申します。じゃあストレイの続きやっていきたいと思いますね。前回ね、というかね、連続で撮影してるでございますよ。お、来た。実はね、楽しくてずっと続けちゃっておりますということで、お、水飲もうぜ。うまそうな水だ。喉が渇いた。ここ何なんだ？これ誰の部屋なんだ？なんか、ん？入ってこれない家か？あれ？倒れちゃった。そんなことあるんだ。詰めときできず。これは移動に必要な場所なのか。なんかでもこういう場所来ると音変わるのかな。なんかちょっと音が変化する場所としない場所が、あ、何かいる。よくわからないんだよな。え、こっち行けんの？そっちが行けないな。行けないということは下に降りろということ？かわいい。にゃんつった。え、もう降りれなくなっちゃった。あ、上行けなくなっちゃった。やっべ。あ、いける？え、でもこっちじゃないこと確かだよな。あ、記憶が手に入る場所がある。あれ、こっち側って来たことなくね？ごめんなさい。住人たちは芳しく進化しました。初期の時代は単純な AI だったので、人間の芸術は真似できませんでした。今はこれ全て彼ら自身のものです。人間は、芸術は追い詰められた状況で重要であると言います。確かに追い詰められていました。メモリーがもうこの段階で 22% とか埋まってきちゃってるんだよね。え、てかさ、これも多分上戻れないよね、こんなんやっても。で、あの汚されて怒ってる人のとこ行くか。あれ、つえば楽譜渡そうか。これさ、なんか今まで私は楽曲弾いてくれっていうこと言えないのかな、できないのかな、弾いてくれないのかな。あれ、なんかあるよ。ん、なにこれ。これ見えないの？これか。数字に従えと書いてありますが、バイナリーコードのようです。0と1だけが並んでいます。この暗号通りにして解読しなければなりません。おそらくここの安全性に関わるような気がします。ん？なんつった？数字に従え、数字に従え。0と1だけ並んでいる。0と1だけが並んでいる。はい。ん？え、0と1だけが並んで数字に従えってことは0と1入力しろってことじゃないの？でも 1,2,3,4,5,6,7,8,9 までしかないから0がないんだよな。ブー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 、わからんな。これ解かなきゃいけないやつなのかな。解いたらなんか特別な、なんかそういう要素がゲットできるとか、そんなんじゃないのかな。あ、なんかある。
何なんだろう。これ同じことしか言わない。同じことしか言わないね。0と1だけが並んでいるってなんだ。これこっから上行けないのか。スーパースピリット洗剤ってどこでゲットするんだ。あ、もしかしてさ、今のさ、あそこでさ、掃除してる人いるじゃん。床掃除してる人、ペンキの。あいつんとこ、なんか入ったらさ、あるんじゃない?洗剤。なんだこれ、めっちゃいけるじゃん、ここ。こいつか。また店の剣先に掃除をするために。もういたずらやめろ、悪ガキめ。悪ガキなんだ。やっぱこれ必要な場所だから落とするとか。あ、ほらやっぱりそうだ。きたー、予想通りだった。洗剤はいただいていくぜ、怪盗ニャンキット。よいしょ、登る意味がなかったな。ほい、降りて。なんもないのか、丘。これは、洗剤ゲットするだけかな。洗剤を買うんだ。これを買うんだ。ちょっと待って。そもそもこれ何なんだろう。あ、そんだけ?ほらよ、やった。爆風一貫か。うん、三貫俺持ってた気がする。三貫、あ、ちょっと爆風欲しいけど三貫渡しちゃおっか。思い出す。あ、思い出すなんだ。これは住人たちの初期モデルです。個性はなく自動掃除ロボットとして稼働していました。いつしか彼らは人間の真似をするようになりました。これは良かったことだと思います。人間たちのことを恋しく思っているようです。彼らは絶滅しましたが、本当の意味では絶滅していないと思うのです。みんな良いロボットです。メモリーが買い、あ、アイテムって、あ、なくなってる。ちゃんと3巻ってことはこれ楽譜をゲットできるはずじゃない?これ多分全部クリア、ゲットできるなってんじゃない?どっかにまだ一巻取ってないのがあるんじゃない?結構もう、あさりまくったよな。ほい、ほい、こっちからのルート行けんじゃねえと思ってて、行ってなかったなと。猫の運動会。ん?何やったらもらえるトロフィーなの?やっぱり来れたわ。そういう場所に繋がるの。あ、待って。ちょっと待って待って待って。ポンチョ欲しい、ポンチョ欲しい。降りろ。服屋さんどこだったっけな?この先、こいつだ。編み始める。お、編んでくれてる。お、はい、どうぞ、ちびさん、お似合いよ。いい作品が出来上がったわ。ありがとう。
ということでね、なんかポンチョを編んでもらいましたが、これは一体何に使うのか。これあれか、これニャンコに装備させるとかじゃないんだ。暖かそうです。冷たいロボットにぴったりです。ってことはそんなやつがいるんだな。あ、わかった。これそのモモってやつにあげるんじゃない。だってそれ以外のユースないでしょこれ。流れ的に絶対そうだよね。こっからもいけるの。え、流れ的にそうだよね。でも合ってないロボット、そいつか。いや、あそこ行けそうじゃない？あ、あいつか。最初こうやって来たんだもんね。だって合ってないロボット、そいつらしかないもんな。じゃあもうあそこ攻略乗り出すしかないかな。向こうに行きたいのですが、どうやって行こうかな。素直に行くしかないかな。この人死んでたもんな。あ、この人じゃないか。ほい。あと楽譜もあと1枚足んないんだよな。どこにあるんだか。ほい。猫の兄弟に、兄弟か家族か知らんけど、もう会いたいよね。最終目標はそいつらと合流するのかな。ほい。やっぱ必要な要素だったんだよな、ペンキぶちまけんのは。ほい。あ、制服変わってるのかな。変わってない。へえ、ここ登れないしな。ここ登れないし、こう行くしかないですよね。さあ、下降りれるパターン。この下降りても何にもならないな。お、ないか。上登って、ほい。え、これだけ。なんかルイージマンションのドクター大山みたいな話し方の。向こう側行けそうじゃね。向こう側に行くんじゃね。そうだよね、多分これこっち側に行くんだよな。登れたからおっと思ったけど、あれモモってやつ結局どこにいるんだ。この看板のとこにいるっつって。あそこに行く方法があるよな。だってあれのあるもんな。あれもしかしてさ、これさ、あのバケツスイーってここまで呼んで乗るんじゃない。でないとそこ行けないよね。え、そこ行けなくない、それ以外で。ちょっとやってみる。なんかそういう要素あるんじゃないの。ないの。
じゃあ、あそこどうやって行くんだ。あ、あ、行けるわ。そう言って、あ、びっくりした。びっくりした。やめてよ。ここは、こうで、こうか。え、よいしょ。びっくりした。なんか普通に降りやがって、この猫。よいしょ。上に乗っていく？関係ないな。これドアカリカリするのかな？あ、あ、そうか。こいつか。こいつはモモだ。叩いてる。諦めないで。え、今回の猫、今の顔超ブスだったんだけど。え、にゃんこ今回超ブスだったんだけど、今顔。あ、これカリカリしてもよかったのか。え、これカリカリしたらさ、気づいてくれるのかな。カリカリして気づいてもらうパターンもあるのかな。音楽流しとこう。止まるんかいと思って。ヒュー、なんだこれは。お、そい、アウトサイダー。アウトサイダーってなんだっていうか、そもそも。あ、またある。あれがある。なんもないな、特に。三角ボタンのやつなんもないな。あー、猫の本能が刺激される。この先なんかあるな。あー、吸い寄せられる。あー、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 入れない、入れないよ。何もあるわけ、何かあるわけでもなく。ほい。あ、登れま、あ、楽譜あったよ。へえ。なんでここ光が漏れてるんだ。なんかあるのか。これなんか塞いでんのか。ん？隣。あ、外のあれか。外のなんかあれで、うち、内側に光が漏れてるのか。ちょっとこう、あ、これさ、あ、ガリガリできないんだこれ。お、危ない。なんだ、ガリガリできないのか。向こうがいてねえな、まだ。思い出す。バックホーム2。あ、お家に帰ろう2ですね。2なの。そういう、お家に帰ろうって言い方すんの。このビデオゲーム覚えています。ビデオゲームなんだ。映画かと思った。私が作られてすぐに作られたものです。正確には覚えていないのですが、一緒に働いていた科学者とたくさんプレイをしました。そうなんだ、楽しかったです。彼に会いたいです。なぜ彼の名前をが思い出せないのでしょう。実は彼は私でしたとか言うんじゃないの。諦めてないんだね、アウトサイダー。これ登れんの。お、これでしょ。
もうもうこいつは全然治らないよ。あ、なんか人間の絵がある。初めて人間の絵があるね。どうして仲間を行かせてしまったのか。今僕は一人ぼっちだ。こんにちは。何がする？仲間の研究ノートだよ。今は無駄なものだけど、もう誰もアウトサイドになんか行きたくないからね。何かできることある？うん。それはすごい古いバイナリーコード。真のオタクだけが読めるという。アウトサイドの写真、そこに行ってみたいの？考えるだけ時間の無駄だよ。そこには孤独と絶望があるだけさ。僕の仲間も同じ夢を持っていた。でも今皆消えてしまった。孤独だけが残った。仲間がどこに行ってしまったのか。コンタクトを取ろうとしているのに、トランシーバーが正常に動作しないんだ。僕と仲間はアウトサイドについての研究をノートにつけている。ほら、そこに本当に行きたいのなら僕のを持ってきなよ。おお、あ、4分の4だったのか。もらったの、手に入れたの。君の好きなようにするといい。僕はアウトサイドを諦めた。うまくいくといいね。ももは悲しそうです。仲間に会いたがっているのです。彼がくれたノートを見てみましょう。アウトサイダーによる生命、いかなる犠牲を払ってでもアウトサイドに行かなければならない。我々の仲間を守らなければならない。ザークには近づいてはいけない。クレメンタインとザバルタザーんとドッコとモモによる署名がされています。モモの名前は後から追加されたようです。ごめんね、英語弱くて。別のノートも探してみましょう。え、嘘。クレメンタインのノートを見つけたの？彼女は本当に勇敢だった。僕が知る中で一番の恐れ知らずの人だったよ。女の人なんだ。最後の参加者だったんだ。そして最後の生き残りでもある。へえ。これなんかあんの？いけない？あ、なんか。町は円柱状で、直径は450m。上には階層がある。町に天井がある状態で書物によると、その向こうには青い大空が広がる。なるほど。そこまでの情報を解読していたということか。あ、なんかある。地球は太陽から3番目の惑星。質量と直径は太陽系では5番目に大きい。現在生命体が存在する唯一の美しい惑星だ。放射性年代測定によると、地球は 45.4 億歳である。唯一の惑星である月は、地球誕生後すぐに形成された。月の重力の相互作用により、潮の満ち引きが生じる。地球の軸と自転を安定させ、徐々にその自転速度は落ちてきている。何これ？これね、これ人間が調査したやつか。これすごいね、なんかこんないっぱいあって。これは？あれ？この人間のあれは？一番何かありそうなのに何もないんだけど。これ上にもなんかあるな。こうしてみると油断ならないね。読めないのかな。こう書かれています。あ、そんだけか。これなんだろうな。
何が開けられるか。あ、鍵がかかっているなんて描写のある場所なかったよね。壁のマークはノートのものと同じですね。ああ、確かに。その場所には行ったことがあります。でも他にこのようなマークがないかチェックしてみましょう。はあ、なるほど。あれ、これってさ、ああ、あそこにある。あそこ。そこ行ったもんな、確かに。なんだ、あそこ黒いの。1、2、3、4。これさ、じゃあ向こうか、向こう行ってみる。向こうはどうやって行くんだろう。けど、そう、ここ来て取ったんだよな、書物みたいな。あ、確かにこんなだったね。あ、それで、それでこの音楽鳴ってんのかな。何か関係があるからってことか。いつもなくなって時間が経ってそうだし、これあれか、これここではキーを手に入れるんだな。なるほど。じゃあ次の場所行ってみようか。次の場所は向こうにするか。あそこはまあいいか、後で。じゃあ向こう行こう。うん、このイベントこなした後だからこそ何かあるってことかな。先に来ちゃってんだよね、こことか。アウトサイダーの近くだとなんかその三角で眠る場所があるのかな。関係ないのかな。エーペックスのさ、パスファインダーみたいなやついっぱいいるな。っていうか、今更だけど。乗って。関係なし。なんだろうね。これあれだよね。フライヤーだよね、これ。なんでこんなとこにフライヤーあんのか。疑問だけど。さらに言うとさ、ここで調理しようにもさ、電気ないよな。まあ、ここ来たもんな、前回。ここ来て回れみたいな感じのあれではあったけど、もうなんかすでに全部行ってると思うんだよね、前回し俺。なんか探索の過程とかで多分全部行っちゃってんだよね。あとはそこでしょ？よいしょ。音楽が流れてんだよな。探索が不十分だったってことかな。フラグが立ったから、追加されてるパターンかな。
ざけんねん、こういう要素かよ。ザバールタザー、ザークと呼ばれる生き物、これ合ってんのかな、ザークで生き物以外の生態系の痕跡が消えてしまった。じゃあこいつらに食い尽くされたってことか。奴らは何でも食べて劣るべきスピードに繁殖をする。町の封鎖など物事もせずだ、うん、ってことはこれあれか、こういう感じでなんか隠れてたりするから探せってことか。マジか、もうここ意味ないの。あ、テンテルテン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 って音がしてるときは探索はまだなんだ。え、嘘、マジマジかよ。探索しきれてなかったか。うぜえ、これ戻っちゃうもんな、ここや。帰ってこれなくなっちゃう。帰ってこれだ。じゃあさっき行った場所探索してなかったね。十分、不十分だったね。そう、マジか。大変だな、これ。どうしよっかな。じゃあ、あそこまだテンティルトゥンって言ったよね。行くか。じゃあ、トゥンティルトゥンを攻略していこう。ほいほい。あ、よっこいしょ。てってってってん。てんてってんてってってってん。なんか本棚ぶっ壊せばいいのかな、とりあえず。えい。ほら。どこじゃ、ノート。あった。金庫。あ、鍵。そういうことか。あった。最後のノート。え、これで最後？なんか招き猫入ってる。どっこという名前の人の文字を。長い。長期にわたる研究の結果、スペクトロメーターを強力な UV ランプと結合させた。これにより、ザークが具体的に何であるか解明することができるさ。最初は爆発してしまった。実際の環境でテストする必要があるようだ。え、やんなきゃいけない。おお。この本にメモがあります。こう書かれてあります。トランシーバーの設計にミスがあった。しかし修正方法は判明している。これが方程式だ。この情報を持っていればモモがトランシーバーを直すのに役立つのではないでしょうか。上層とコンタクトが取れれば道が開けるでしょう。私たちが見つけたものを彼に見せましょう。 OK。 これ何、これ取れないの、これさ、このさ、これどっちか出るんだっけ。こっか。これさ、このフィールドから出ないのかな、このゲームって。え、何、え、このゲームってこのフィールドから一生出ずに進めていくのかな。この中で物語を進めてって、なんかいろいろと解明していけってことなのかな。なんかそういう感じっぽいね。なんかやってると外のフィールドに出る要素が今んとこゼロだけど、いや、では出るんだろうなとは思うんだよね。でもザークって読み方っていうか分かんないけど、あいつらがやっぱ存在するから、あいつらと接触最初の方だけだもんね。追いかけられた時だけだったから、多分それの何かをやるんだろうね。もう全部集まったよ。彼の言うことはほとんど理解できなかったけれど、彼がとても賢いことは分かるんだ。うん、待って、中丸のノート全員、すべて見つけたの。
あれ何その音、トランシーバーが直せるやの。やったね。つまりスーラムの外の人と連絡が取れるんだね。クレメンタイン、ザバールタザ、わかんない、合ってるかわかんないけど、目的を見失いそうになっていた。約束する、必ず外側に行く方法を見つけるよ。ありがとう、君を脱出できるかもしれない。本当に？さあこのブロッチトランシーバー直そう。お、物語が進んだ。めっちゃ滑らかに動いてる。やった、動いた。一緒に来て。オッケー、一緒に。あ、これあれか。はい、ん、何してんの。ん、どうすればいいの。ん、乗るのか。ん、お、あそこだよ。他よりずっと高いあのビルが見える。あのタワーのてっぺんにトランシーバーを設置すれば街全体と通信ができるようになる。え、すごいけどさ、そこのトランシーバーぶっ壊れたらさ、トランシーバーを修復に行かなきゃいけなくなっちゃうね。あそこに便利だけど不便になるね。仲間まだそこにいるかもしれない。脱出方法があるなら仲間が知っているはずだ。お、君は小さくてすばしっこいからザーコを避けられるね。君の力が必要なんだ。小さいアウトサイダーさん、僕らを空へ連れて行ってよ。え、俺が行くんですか。え、こっちから外出て、ん？あ、そ、閉じられた。非常、ひどすぎるよ。俺に死ねって言うんですか。まあ向こうに戻ることはできる。あれ、こっち側ってあれ、こっち側って来たことない場所なんじゃない。一方通行じゃね。しかも行ったらオワコンじゃね。これ下降りることできそうだけど、ええ、何も表示されないからバケツ元の向こう側に行けってことだな。よーし、というわけでね、このゲームどういう風にセーブされるかわかんないんだけど、まあ一回この辺で終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。くそ、この先にあのちっちゃいやついっぱいいるのかな。これどうやったら全滅になるんだろう、てか死んじゃうんだろう。まあいいや、また次回ご視聴ありがとうございました。